健常者トプロジェリア患者の皮膚繊維目細胞の強焦点顕微鏡による解析。コーラミン A、C 抗体によるラベリング。患者の繊維目細胞の多くに不規則な形状の角膜が存在する。角ラミナとは、ほとんどの深角細胞の角膜の内側に存在する厚さ約3100ナノメートルの網状の構造である。中間系フィラメントと、 膜結合タンパク質から構成されている。カクラミナは核の機械的指示のほか DNA 修復や細胞分裂などの重要なイベントを調節している。それに加え、クロマチンの組織化に関与し、核膜に埋め込まれた核膜幸福合体の固定を行っている。カクラミナは2層の脂質20層からなる核膜の内側の面に結合している。一方、 角膜の外側の面は小胞体と連続している。角ラミナと角マトリックスの構造は類似しているが、後者は角質全体にわたって分布している。角ラミナはラミンとラミン結合膜タンパク質から構成される。ラミンはタイプ V に分類される中間系フィラメントで塩基配列の相造性、生、化学的性質、 細胞周期中の細胞内極材によって A タイプと B タイプに分類される。タイプ V の中間系フィラメントはより長いロッドドメインを持ち、すべてが C 末端に各極材化配列を持つという点で細胞質の中間系フィラメントとは異なっている。ラミンのポリペプチドはほぼ完全にアルファヘリックスからなるコンフォメーションを取り複数のアルファ ヘリカルドメインがヒアルファーヘリカル構造のリンカーで分離されている。C 末端と N 末端はアルファーヘリカル構造ではなく、C 末端は球状構造である。その長さとアミノ酸配列は高度に保存されており、分子量は60系だから80系だである。カクラミンには中央のロットド,ドメインに隣接して2カ所のリン酸化部位が存在する。 有意と分裂の開始の際のリン酸化によって、コンフォーメーション変化が引き起こされ、核ラミナは解体される。ラミンは、構成動物のみに存在する。脊椎動物のゲノムでは、ラミンは3つの遺伝子によって行動されている。選択的スプライシングによって、少なくとも7種類の異なるポリペプチドが合成される。一部は、生殖細胞特異的で、原生分裂中のクロマチンの再組織化に、 重要な役割を果たす。すべての生物が、同数のラミンを高度する遺伝子を持っているわけではなく、黄色症状バイドローサーファラ・マラナガスターには2つの遺伝子しか存在せず、センチューシーノーラブディティス・エディゴンスには1つしか存在しない。核内でラミンに結合する膜タンパク質は、膜貫通タンパク質か氷在性膜タンパク質のいずれかである。 その中で最も重要なものは、ラミナ結合ポリペプチド、エメリン、ラミン B 受容体、オトヒン、そして万一である。これらのタンパク質は内膜の内部に位置していたり、内膜と結合したりしており、核ラミナの核膜への結合を媒介している。核ラミナの構造と機能。核ラミナは内膜の内側に位置しており、核の安定性の維持、クロマチンの組織化。 角膜幸福合体、角膜タンパク質、転写因子への結合になっている。角ラミナに結合する角膜タンパク質には、ネスプリン、エメリン、ラップ1、ラップ2、LBR、万1などがある。角ラミナに結合する転写因子には、RB タンパク質、GCL、ステロール調節配列結合タンパク質、FOS、モック2などがある。 ボフはクロマチン結合タンパク質で、カクラミナと蒸気の角膜タンパク質のいくつかとも結合する。HP1 はクロマチンと LBR に結合する。カクラミナの組み立ては、まず2つのラミンのポリペプチドのロットド,ドメインが互いに巻きついて2本鎖のコイルドコイル構造を形成し、その後複数の2両体がヘッド2テールの様式で結合することで行われる。そして、 直鎖状に伸長したポリマー同士が並ぶことで、横方向へ広がって行き、角膜の裏に二次元構造が形成される。核の機械的指示に加え、核ラミナは、クロマチンの組織化、細胞周期の調節、DNA 修復、細胞分化、アポトーシスに必須である。ゲノムがランダムな構造ではないことから、クロマチンの組織化に対する核ラミナの関与が強く、示唆される。 ラミンはクロマチンに対する神話性を有しており、ロットド,ドメインがマトリックス結合領域と呼ばれる特定の DNA 配列部分に結合する。MAR は約300千円期体の長さで A、T 顔量が高い。また、ラミン A と B はコアヒストンのテール領域の配列に結合することができる。核ラミナと相互作用するクロマチンはラミナ。 アソシエーテッドドメインを形成する。人のラットの平均的な長さは0.10メガバイトである。ラットは CTGF の結合部位と近接している。有意と分裂の初期段階には、角膜、角ラミナ、角膜幸複合体といった構造体を含む細胞の様々な構成要素の解体が行われる。核の解体は、防水体が染色体と相互作用し、 同源体に結合するために必要である。これらの解体のイベントは、サイクリン B、CDK1 プロテインキナーゼ複合体によって開始される。この複合体が活性化されると、他のプロテインキナーゼの活性化と調節、そして細胞の再編に関与する構造タンパク質への直接的なリン酸化によって、細胞は有意と分裂へ突入する。サイクリン B、 CDK1 によるリン酸化の後、核ラミナは脱重合をする。B タイプのラミンは脱重合後も核膜の断片と結合したままだが、A タイプのラミンは有意と分裂の残りの期間は完全に可用化している。この段階での核ラミナの解体の重要性は、解体の阻害によって細胞周期が完全に停止するという実験から明確に示される。 有意と分裂の終盤における核の最終号のタイミングは高度に調節されている。骨格となるタンパク質がまだ部分的に凝縮している。染色体の表面に結合することから始まり、続いて角膜の組み立てが行われる。角膜幸福合体が新規に形成され、ラミンはそこを通って活発に輸送される。この典型的な改造性からは、 この段階の角ラミナに何らかの安定化の役割、または調節機能があるのかという疑問が生じる。なぜなら、それは、クロマチン周辺での角膜の集合において、本質的な役割を果たさないからである。これに関しては矛盾する結果が得られており明確では、ない。肺発生における、ラミンの存在は、アフリカツメガエル、ニワトリ、哺乳類などの様々なモデル生物で容易に、 観察することができる。アフリカツメガエルでは、肺発生の段階によって異なる発現パターンを示す5種類のタイプが同定されている。主要なタイプは、LI と li で、ラミン B1 と B2 のホモログであると考えられている。LA は、ラミン A、53は、B タイプのラミンのホモログであると考えられている。リブは、生殖細胞特異的に存在する。 鶏の肺発生の初期段階では B タイプのラミンだけが存在する。その後の段階ではラミン B1 の発現は減少しラミン A の発現が徐々に増加する。哺乳類の発生も同様に進行するようである。初期段階では B タイプのラミンが発現している。ラミン B1 はこの段階で多く発現しているのに対しラミン B2 のレベルは 比較的一定であるが B1 のレベルは細胞増殖の状態と関連している可能性がある。比較的発生が進んだ組織ではラミン A とラミン C の増加が見られる。これらの知見は B タイプのラミンだけがカクラミナの最も基本的なレベルの機能に必要であることを示唆している。様々な実験によってカクラミナが DNA 複製の伸長過程に関与することが 示されている。ラミンは身長複合体の組み立てに必要な足場を提供する、もしくはこの足場の組み立ての開始点を提供することが示唆されている。核ラミナに結合したラミンだけが複製過程に加わるのではなく、核内の有利ラミンも同様に参加し、複製過程を調節する何らかの役割を持っているようである。DNA 日本左折団の修復は、 非騒動末端結合、または騒動組み換えのいずれかの過程で起こる。A タイプのラミンは、ん g と HR で主要な役割を果たすタンパク質のレベルを維持し、遺伝的な安定性を促進する。ラミン A の成熟が起こらない、マウスの細胞では、DNA 損傷と染色体異常が増加し、DNA 損傷主薬に対する感受性が増大する。アポトーシスは、 組織の向上性の維持やウイルスや他の病原体の侵入に対する防御において最も重要性が高い過程である。アポトーシスは高度に調節された過程であり、その初期段階でカクラミナは解体される。有意と分裂の際のリン酸化による解体とは、対照的にカクラミナはタンパク質の切断によって解体され、 ラミンとラミン結合膜タンパク質の双方が切断の標的となる。このタンパク質分解活性はカスパーゼファミリーの酵素群によって行われアスパラギン散々期の直後が切断される。各のラミンを高度する遺伝子の欠陥は様々な疾患に関係している。ありがとうございます。